京、菊陽町。着々と建設が進んでいるのは台湾の大手半導体メーカー TSMC の工場。来年末までの稼働開始を目指しています。日本に2つ目の工場を検討している TSMC ですが、新たな動きが。昨日記者会見でマーク・リュウ会長が、日本で第二工場を建設することが決定したら、経済的に考えると熊本を優先的に検討することになると話したというのです。2つ目の工場建設について経営陣が場所を明言したのは初めてで、この劉会長の発言に蒲島知事は、それが本当になれば私の夢でもありましたので、実現すれば大変嬉しいなと思ってます。また菊陽町の吉本貴俊町長は、実現すれば嬉しい、まずは建設中の新工場について円滑に操業できるよう全力で支援するとコメントしています。 TSMC は第二工場が実現すれば、日本国内の需要を踏まえ、画像センサーや自動車向けの半導体を生産する方針です。 TSMC はまだ土地は取得しておらず、金銭的な支援を含め日本政府と協議を行っているということです。しかし第二工場によって経済効果が期待される一方で、土地の確保や渋滞対策、地下水の保全など多くの課題も指摘されています。課題もいろいろありますけれども、その課題を含めてしっかりと熊本県で対応することが、その2番目につながるんじゃないかと、全庁一丸となってこの課題に対応していきたいと。こんにちは。第二工場の建設地については他の自治体との綱引きもあった中、熊本にとって大きなニュースが飛び込んできましたね、東島さん。そうですね、ただちょっと先走りすぎじゃないかという気もするんですよね、今もありましたけれども、その最初の工場だけでも課題がいっぱいあって、なかなかそれをまだ解決する目処が立ってない状況ですよね。そういう状況の中で、バスに乗り遅れないようにというか、もうとにかくおみこしを担げっていうのはね、ちょっと大丈夫なのかなという気がするんですよね。特に他にも特に地場企業にとってですね、人材難の問題、優秀な人材をね、要するに取られちゃうというか、これますます深刻になっちゃうと思うんですけどね。今後はこうした課題解決がポイントになってくる中で、TSMC は KKT の取材に対し立地面でのメリットを挙げました。広報担当者によりますと、すでに工場がある場所の近くに第二工場を配置した方が、 TSMC としても取引のある関連企業としてもコストが削減され、利便性も高いとしています。 VTR で紹介しました劉会長の経済的に考えるという言葉は、こういった意味があると、こういった意味合いがあるということで、熊本への建設が現実的だと考えていると見られますが、東島さん、あくまでも、日本に建設するなら熊本にということになったという話ですから、そもそも日本にまだできるかどうかというのは決定してませんので、半導体の需要の先行きもですね、最初の工場の時とはまた変わってきてますし、補助金がその前のように出るかというのも分かりませんので、まだちょっと紆余曲折はあるかと思いますね。はい、